流行、文化の発信地である中央区銀座は国内最大の画廊街としても知られています。街には大小さまざまな画廊があり、歴史ある老舗も多く、その数はおよそ250。銀座8丁目には現存する日本最古の画廊、資生堂ギャラリーもあります。皆さんこんにちは。こんにちは、中央区です。リポーターの新宮志保です。さて今回は銀座の画廊およそ40件が集まる団体、銀座ギャラリーズの皆さんにご協力をいただき、老舗から新進気鋭の画廊まで様々な画廊を巡りながら、銀座の街の歴史や魅力はもちろん、アートを楽しむポイントも合わせてご紹介していきます。最初に訪れたのは銀座の地で80年以上の歴史を持つ銀座黒田東園。昭和10年に北王子魯山人作品の専売店として創業しました。現在は厳選された日本の陶芸作品や古陶磁を取り扱っています。銀座黒田東園の黒田瑠美さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、銀座にはおよそ250の画廊があると言われているそうなんですが、この理由はどこにあるんでしょう？銀座が文化の中心地ということが一番大きいと思います。特に戦後に例えば東映さんですとか、電通さんですとか、そういったあの芸術とか文化の中心となる方々が集まるような企業さんが銀座にあったっていうのも大きいと思います。あとはその新聞社もかなり多くあったので、そういった意味でもその文化的で、カルチャーを多く求める方たちが集まってきたところだと思います。物が集まる、人が集まる、はい、そして企業が集まる、はい、さらにこう文化の発信地だったというところも一つポイントですよね。さあ、そんな中で銀座ギャラリーズの皆さんはどういった団体なんですか？銀座ギャラリーズは中央区ですとか全銀座会と連携をしながら、芸術文化の振興に努めております。銀座ギャラリーズでは多くの皆さんに画廊の活動を知っていただき、画廊巡りを楽しんでもらえるようなイベントを開催しています。画廊の種類は、作家に展示場所を貸し出して展覧会を行う貸し画廊、銀座黒田東園のように作家をプロデュースして展覧会を開催する企画画廊などがあります。さあ、ではさまざま展示されている作品があるんですが、一つ気になったのがこちら、はい、壺ですね。フォルムが丸くて、はい、可愛らしいなと思ったんですが。可愛いですよね、はい、これはどういった作品なんでしょう？こちらは、北王子魯山人という陶芸家 の、 あの作品になりますね。いや、私でも名前は知っている、はいはい、あの魯山人ですけれども、はい、まあ、あのそれを先に聞くと何かこうって、はい、あ、どうしようという感じはあるんですが、はい、まあ、アート初心者だと私が今思ったようにこうフォルムが可愛らしいとか、色が可愛いとかっていう見方でもいいのかなと思うんです、はい、このあたりどうですか？あのまさにそれがあのアートと触れる第一歩というか、やっぱりその第一印象というか、やっぱ心に響く何かがあるからこそ魅力があると思うので、まあ、その最初の一歩としてはこう出会いが大切かなと思いますね。それでまず一歩はいいんですね、はいはい、アートを楽しむには第一印象が大切。続いて新宮さんの目に留まったのは、こちらも北王子魯山人の作品、印象的な色使いです。黒谷という、伝統的なものの色使いで、魯山人のデザインで作られたものですね。やっぱりこの真ん中に菊の模様が大きく、結構まあ大胆ですよね。大胆に描かれていて、で色使いもすごいあのパッとしていて綺麗なので、まあ、これを本当に使うというよりはこのように飾ってあの楽しむのが一番かなと
思いますね。いや、2つの作品ご紹介いただきましたけれども、はい、まずはこう私は見た目から入りましたが、はい、本当に黒田さんにこう中身について教えていただくと、はい、さらにそのアートの深さ、はい、作品の深さというものを知ることができそうですよね。はい、ありがとうございます。それでは最後に今後のお店の展開展望を教えてください。弊社も、今年で87年ぐらいになりますので、次の10年次の50年と続くように、銀座という街とともに新しい美の発見といいますか、そういう場所を提供できるように努めていきたいと思っております。これからも楽しみにしています。はい、ありがとうございました。銀座黒田桃園は銀座シックス裏の三原通り沿いにあります。展覧会の内容などはホームページなどでご確認ください。間近に作品を鑑賞することができ、詳しい方からお話を直接聞くことができるという画廊の良さを体感した新宮さん。画廊は美術館などと異なり、ほとんどが入場無料。そして1週間1ヶ月で展示が変わるところも多く、行くたびにさまざまな作品に出会えることも魅力の一つです。続いて伺うのは銀座八丁目にある長井画廊。昭和46年創業、現代作家を主に取り扱い、知られていない作家の発掘にも努めており、代表の長井龍之介さんはテレビ番組で鑑定士としても活躍され、講演会なども行っています。長井画廊代表の長井龍之介さんにお話を伺います。長井さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、やはり画廊というと絵画のイメージが強いんですが、うん、はい、やはり絵画を扱うお店が多いんですか？そうですね、多いですね。まあ、日本の中でもやっぱ銀座が一番画廊が多いですし、中でもやっぱり絵画ですね。そんな中でここ長井画廊はどういった特徴を持っているんでしょうか？はい、うん、今であれば私の今同時代の若手作家も含めてですね、新しい作家を世に出していこうという思いでやっていますと同時に、いわばその埋もれた作家ですよね、そういった人たちを発掘して多くの人に知ってもらいたいなということで、よく企画展をよくやってますね。私たちはその現代アートを楽しむポイントというと、どういったところを見ればいいんでしょうか？その絵を見る場合には、まあ、いろんなポイントがあるんですけれども、はい、本当にその絵に入り込めるかどうかね、好きか嫌いかで見てくださいってよく言うんですね。例えば音楽とかね、はい、文学とか映画だと分かる分からないじゃなくて、好き嫌いで多分入ると思います。私もそうです。そうですね、はい、だから同じような感じでこういった絵も見ていただけるとより深まるんじゃないかなと思いますけどね。まずファーストインプレッション、好きか嫌いか、それ大事です。へえ。やはり第一印象が大切。次は作品の楽しみ方に迫ります。まず何が書いてあるかって、ね、入るとなんかなんだろうと思うんですけれども、正直私もそう思いました。その山が分かる、花がという形が分かるだけであって、絵が分かる分かるまた別の話なんですよね。いろんな見る人によっていろんな見方ができる絵が、私は非常に評価してるんです。やっぱりそれが絵画の意義でですね、これ、まあ、東洋の敦煌の壁画とかですね、非常にこれ東洋的な色なんですよ、よく見ると。でこういう絵は日本人にしか描けない絵画、やっぱりその土地で生まれた、その人にしか表現できないものが私は意味があるなと思っているので、見ていて飽きないですね。これ日本人が見ていて飽きない、もしかしたら外国の人たちもご覧になって、いやこれ何か東洋的な何か美しさがあるなって見る人もいるかもしれない、それだけ深い絵だと思いますね。画材を生かす表現というのがやはりその絵の意味なわけで、油絵ならではのこの厚みが違うっていうことが、 そうですね、それもこれ近くで見るから分かるわけで、そういう発見っていうかね、絵画の味わいとか絵画の良さを知ることができるっていう意味では、この川野さんの作品って非常に素晴らしい内容があると思いますよね。いや、いろんなポイントを教えていただきました、うん、はい、長井さんは日本人自身もなかなか気づいていない日本のアートの魅力を
より広く伝えていきたいと活動を続けています。そういう中でもちろん油絵も素晴らしい作家が出てますけれども、日本の伝統である水墨とか書とかね、あと版画なんかもね浮世絵で有名ですけど、やっぱりそれを継承する現代の素晴らしい作家たくさんいるんですね。そういうところから世に問うべき作家を発掘していきたいな、世に出したいな。でその一つの方法として今 YouTube に実は力を入れていて、はい、で毎週配信してるんですけど、YouTube で配信するともう世界とつながりますからね、日本の中の銀座から のアートの発信ということでね、やっていきたい。これをまあ継続してね、より一層皆さんに日本で の美アートの素晴らしさを知ってもらいたいなということで日々やっています。長井画廊は並木通りと花椿通りが交差する場所にあります。展覧会の内容などはホームページをご覧ください。最後にご紹介するのは銀座6丁目にあるエミーアートプラス。時代、国籍、ジャンルを超えて純粋に美しく尊いと感じるアート作品を届けたいというコンセプトのもと、令和3年11月にオープンしたギャラリーです。代表の平さんにお話を伺いました。まずはこちらのギャラリーのご紹介からお願いします。あんまりこうジャンルにこだわらず、現代アート、近代工芸、古美術と、様々なカテゴリーのものをこうクロスオーバーさせて皆様にご紹介するようなギャラリーを目指して、オープンいたしました。そして何といってもこのロケーション、はい、向かいが大名小学校ですね。そうですね、本当にこう作品と合わせてここから見える風景も一つの作品のように感じますね。作家さんなんかには、まあ、この風景も一緒にこう取り込んでもらうような形のそういう作品のインスタレーションをしてもらったりですとか、空間作りを我々のギャラリーでは楽しんでおります。こう銀座という場所を選んだ理由は何かあったんでしょうか。だんだんこうやっぱり時代とともにその古き良きものとまた新しいものがどん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 こう混在して重なり合うような面白い場所になってきたなというふうに思っていることと、銀座の界隈は本当に学生時代の頃からすごく思い出深い場所でして、そうですか、ということで今回いろんなご縁をいただいてこちらの場所にギャラリーを構えることになりました。さてジャンル問わずさまざまな作品が扱われているということなんですが、シャンゼリゼ通りの近くにある公園の風景を切り取ったものなんですけれども、何かこう本当にその先にある視線の先にあるものを自分でこう見るという姿勢をこちらの作品を通してなんか楽しんでいただけたらなというふうに思います。この画廊の中でこの作品がこの場所に置かれている、その展示のされ方っていうところにも一つ一つ意味があるんですね。そうですね、その空間の中で作品同士がこう共鳴し合うような、そういったやはり展覧会を作っていくという趣旨でやっていますので、それは我々としては非常に重要に思っているところです。画廊は敷居が高いというイメージを払拭し、広くアートを楽しんでもらおうと取り組みを続ける平さん。これからの展望としましては、従来の銀座のギャラリーのイメージをあまりそこを意識しすぎず新しい感覚で運営していけたらなと思うんですけれども、そして広いたくさんの皆様に発信していけたらなというふうに思ってます。エミーアートプラスは大名小学校向かいのギャラリーセンタービルの2階にあります。展覧会の内容などはホームページをご覧ください。今回はアートを切り口に銀座の街をご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。アートや画廊と聞くと敷居は高いイメージをお持ちの方も多いかと思いますが、各画廊の皆さん様々なお話を聞かせてくださいました。私自身もアート初心者なんですが、今回アートそして銀座の街を楽しむポイントを新たに知ることができました。中央区銀座の魅力を改めて感じる一日でした。それでは